カバスは、イングランド出身のロックバンド。1960年代から活動していた、有名グループの一つで、ヘビーメタルやドゥームの快素とも言われた。2017年に活動を停止し、約50年の歴史に幕を閉じている。2000年2014年、グラミー賞受賞。2006年、ロックの殿堂入り。 ローリングストーン氏選出、歴史上最も偉大な100組のアーティスト第85位。世界の売上枚数は7000万枚を超える。アルバムデビュー当時のグループショット1968年にバーミンガムで結成。ボーカリストのオジー・オズボーンが新聞に新バンド結成のためのメンバー募集の広告を出したことが契機だった。バンド名は当初、アースと名乗っていたが、 ベーシストのギーザー・バトラーが1964年に公開されたマリオ・バーバのホラー映画ブラック・サバスから撮って解明した。その映画の公開時、映画館には長蛇の列ができていたことから人間は恐怖を求めるという着想を得たと本人は語っている。デビューアルバム黒い安息日は1970年2月の13日の 金曜日という曰くきの日付にリリースされた。同年リリースのセカンドアルバムパラノイドからシングルカットしたタイトルナンバーパラノイドがスマッシュヒット。同アルバムも全英アルバムチャート1位を獲得する。その後、1975年発表のシックススアルバムサボタージュまで全英、全米ともにアルバムチャート上位にランクイン。特にフ,ィフスアルバム。 血まみれの暗息日までの作品が、いずれも、全米で100万枚以上の売り上げを記録した。オジー在籍時代末期1976年、この時期から、新たな音楽の波、パンク、ニューウェーブのムーブメントが到来し、既存のロックミュージックは徐々に収束していく。それは、当バンドも、例外ではなく方向性の相違もあり、メンバー間にも、不協和音が漂い始める。 特にオジーが重度のアルコール問題を抱えていた。1977年、ついに、オジーを解雇。公認にデイブ・ウォーカーを起用したが、うまくいかず、翌年に呼び戻されて復帰する。しかし制作した、エースアルバム、ネバー・セーダイが酷評されて、かんばしくなかった。そして結局アルコール問題が改善されなかった、オジーは、再度解雇される。 ロニー・ディオ在籍時代1979年、オジーの後任として、レインボーを脱退したばかりのロニー・ジェームス・ディオが加入。そのレインボーのサウンドと融合し、新たな様式美スタイルを展開した、ナインスアルバム、ヘブンヘルを翌年に発表。業界からも高い評価を受ける。1980年、オリジナルドラマーのビル・ワードが脱退。その後、ワードは、 短期の復帰を繰り返している。アルバム、悪魔の掟を発表するも、中途半端に、おじい時代の音楽性に回帰した作品で、前作で顕著だった、ロニーのボーカルの持ち味が活かされておらず、不評だった。1982年、ロニーが、リーダーバンド、ディオ結成に向けて脱退。公認に、元ディープパープルのヤンギランが加入するが、 こちらもディープパープル再結成参加のため、1984年に、脱退。ロンキールが一時加入するが、すぐ解雇。その後、オーディションで、デビッド・ドナートが加入するが、ドナートもすぐに解雇され、ボーカリスト不在のまま活動は停滞した。1985年、この年に、世界規模の大型チャリティーコンサート、ライブエイドが開催。バンドは、オリジナルメンバーによる、 一度きりのラインナップ復活として参加。グレーミーヒューズ在籍時代オリジナルメンバー、ギーザーバトラーが脱退。トニー・アイオミは、これを機にバンドを活動停止し、ソロアルバムの制作に着手する。翌年に、レーベルからの強い要請により、完成したアルバム、セブンススターをブラックサバス名義でリリース。ゲストに招いていた、グレーンヒューズ等が、 そのままツアーのバンドメンバーとなった。グレンはそのままバンドとしてのブラックサバスの正式メンバーになり活動する予定だったがアルコール、ドラッグによる体調不安や不詳でツアー直前に解雇される。その後サポートにレイギランを加入させる。しかしアルバムエターナルアイドルのレコーディング途中で解雇されてしまう。1987年以降は ロニー時代の様式美スタイル回帰を狙い、トニー・マーティンやレインボー人脈のコージー・パウエルを起用し、エターナル・アイドル、ヘッドレス・クロス、ティアと3作連続で様式美路線のアルバムを発表し、好評を得る。そして1992年、コージー等と入れ替わりに、その本気たるロニー・ジェームス・ディオが復帰するも、モダン、ヘビネス的な要素を取り入れ、ファンの期待する。 洋式部スタイルを捨てた、ディヒューマナイザーは著しく不評で売り上げが低迷し、ロニーは再び脱退。その後、ライブ1回のみではあるが当時ジューダス・プリーストを脱退したばかりのロブハル・フォードが起用された。1993年、トニー・マーティンが復帰。ドラマーは、元レインボーのボビー・ロンディネリーが加入。前作でのロニーの復帰が大きな失敗を招いたことが、 悪影響を及ぼし、ロニー復帰前の様式日路線に戻した、クロスパーパシスは、商業的に失敗に終わり、ギーザーが再脱退、ニール・マーレー、コージーが復帰。しかし復帰作も楽曲にラップを取り入れるなど、ファンの望まない方向に、音楽性を変えてしまった、フォービドゥーンで、著しく人気は低迷してしまう。また、コージーがツアー中に脱退。 ボビーをサポートとして復帰させツアーを全うした。そしてオジー・オズボーンを含んだオリジナルラインナップの復活が起とされ、オジー、ギーザー、ビルの3人が復帰して、オリジナルメンバーが再び出揃った。リユニオンツアーのグループショット1997年、正式にオリジナルメンバーでの再結成を果たす。以降、当ラインナップ以外でブラックサバスとは名乗らないと宣言。 1998年にはライブアルバムリユニオンをリリースし数年間にわたってツアー活動を行うが新しいスタジオアルバムは制作しなかった2000年楽曲アイアンマンでグラミー賞受賞2006年ロックの殿堂入りこの年でリユニオン体制の活動が停止2007年トニー・アイオミが ェンスアルバム、悪魔の起きて時代のメンバー編成でツアーを行うと発表。ブラックサバスとして事実上の編名、ヘブンヘル名義で活動する。2010年、ロニーが他界し、ヘブンヘルの活動が停止。最終公演のグループショット2011年11月11日11時11分、オジー・オズボーン、トニー・アヨミ、ギーザー・バトラー、ビルワードは、 オリジナルラインナップの再始動を会見で発表した。しかし後に、ビルワードが契約の内容に不満を持ち、再結成に参加しないと表明する。今後のライブや創作は、大役を迎えての活動に行こう。2013年、18年ぶりのスタジオアルバム、13、をリリース。デビューから43年目にして、初めて全米ビルボードチャート1位を獲得。 各国でも、のきなみ一位内市上位にランクインした。2014年、楽曲、g o ド・ d Is Dead で、グラミー賞受賞。2016年、バンドの最後となる、ワールドツアー、ザ・エンドを開始。2017年2月、バンド発祥の地、バーミンガムで最後を飾るラストライブを開催。約50年にわたる、活動の幕を閉じる。後日、トニー・アイオミは、 将来復活する可能性に含みを残した。1972年のグループショット、ありがとうございます。